さ、どうなんだろう、自分で思うだけかな、数日間お休みしてて、それからちょっと変化したところがいってあるなって自分で思うんですけど、そのコロナでお休みしてて久しぶりにメイクしようってなった時に、一つなんか変わったなって思う場所があるんだけど、どうだろう、気づくかな、私が思うだけかな。あ、難しい。みっちゃんありがとうございます。南の市アロハアロハ。気づかん。庄一さん愛ありがとうございます。ありがとう。あれ、私がじゃあ自分で思うだけか、じゃあ何でもないです。ちょっと正解の方が誰もいない。そう、このね、神戸の30日が終わってから12345くらいで6日とかに久しぶりにメイクしたんですけど、え、そうそうそう。そう、あ、やっぱ正解が。まつげがさ、なんか伸びた気がしてるんだけど。え、気のせい？私まつげが伸びた気がしてるんだけど、思わない？すごい、私それ思ったの今日というか日曜日。おー、じゃあそんなかじゃあ勘違いかもです。え、そうだからさ、いっぱい私寝てたからさ、あ、それでまつげ伸びたのかなって思ってたんですけど。じゃあ勘違いか。久しぶりにあれか、メイクしたからとかかな。まつ育はしてなかったよ。まつげ美容液とかで頑張ってる時もあったんですけど、そのこの期間は何もしてなかった。え、まつげそう伸びたって思ってさ、すごい喜んでたんですけど、あれかもね。でもマスカラがずっとなくなってた、最近なくなってたけどやっと届いて使ったからとかがあるかもね。湿度の問題？あ、そういうこと？梅雨が終わってまつげがのカールがキープされるようになったっていうこと？湿度が低くなったから。あ、そういうこと？でもつげが伸びるのはね、そう嬉しいよ。もう長ければね、長いほどいいから。まつげはね、伸びれば伸びるほどいいですからね。またまつ育を頑張ろうかな。ヒューガヒャンさん、かわいい10個ありがとうございます。ありがとう。
さやかりんといえばまつげ、まつげといえばさやかりんって。いやそれはそれは嘘。それはあの初めて言われたというか、そこまであのそんなまつげが特徴的な人でもないと思う。あと他にね、他にもう他にもっと長いメンバー多いからね。全然そんなそんなこと言われたことはないんですけど。どうもありがとうございます。それはちょっと言い過ぎかな。誰だろう、まつげが。りねちゃんとかまつげ長いよね。千穂さん、千穂さんね、まつげ好き。めっちゃはっきりしてるよね。下まつげもさ、印象的なのがすごく好き。だねー、ゆきてさん、ありがとうございます。ありがとう。ああ、そうね。まつげが長いメンバーがね、多いよ。みんな長いよ。うん、みんな長いです。私初め入ってきてさ、 STU に加入してきて、あの先輩方のまつげがみんな長くて、まずそこですごいびっくりしたのをすごい覚えてる。それで、あ、まつ育頑張ろうって思って、なんかまつげ美容液とか買って頑張った頑張りましたので。そうだよね、みんな長いよね。振り付けやばいのにハリーポッター見てまつげの伸びを喜んでるの可愛すぎる。あれだよね、その可愛すぎるって言っとけばいいっていう、やめてください。やめてください、思い出させないで。私の今配信してる時間は、そう、配信だけのことを今ちょっと考えてね。今楽しんでるところにちょっとやめてください。可愛すぎるってつけてもやめてください。ゆういちろうさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ありがとう。あ、なんか配信で見たらちょっとあんまりわからんかも。配信で見たらあんまりわからんな。ちょっと実物を見たらね、まつげが伸びた気がするんですよ。ちょっと実物、お話し会はないんですか。直接会うお話し会は、あ、お見送りの時とかちょっと気づいた。お見送り今日あったんですけど、ちょっとみんな私のまつげの伸びたこと気づいたかな。さん、ありがとうございます。ありがとう。横向いたら分かりやすい。でも上げてるからさ、逆に横向いても分からんくない。分かる、めっちゃ。でもそう、上げてるよ、上げてます。ギョンギョンギョン、キュンキュンキュンです。そうね、
見送りはそっか、みんなこう移動しながらだからね、早すぎるか。あ、分かるの？本当？分かった？いやもうやめとこ、ここら辺でやめとこ、あのどんだけまつげを伸びたことをアピールしたいんってなるからもうやめようもうやめよう。そうなのよ、ヒューガヒャンさんありがとう、お疲れさん、可愛いゲスト10個ありがとうございます、ありがとう。すごいよ、まつげはギャンギャンよ、公演の日はギャンギャンにしてるよ、もうちょっとでもこれでも落ちてる、下まつげとかがカールが取れちゃってるんですけどね。こいさんありがとうございます、ありがとう。もやし生活さんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。今日の公演はウインクを一回もしていないかもしれないってことに今気づいた。したっけな、一回だけしたか、一回だけした、ポンコツだねの時した気がする。どうだろう、してなかったかな、ポンコツだねってやってるんですけど、あのユニットのね、夏の好きはご用心で、ゆずきちさんレインボースター10個ありがとうございます。はじめまして、はじめまして、さやかりんです、よろしくお願いしますさやかりんって呼んでください。え、まだ夏らしいことできてない？って、できてないよ、できてないよできてないよ、私はまだ7月だからね、まだ私の中では8月を迎えてないのでね。でも夏らしいことって何なんだろうね。もう普通にさ、外歩いてさ、日傘さしてさ、日焼け止め塗ってさ、エアコンつけてさ、扇風機つけてたさ、半袖着てたらもうそれ夏らしくないもう夏だよね、これ。夏を嫌というほど感じてない？山井さん、ありがとうございます。ありがとう。そうめん食べてないんだけど、私そうめん食べたいって、なんか流しそうめんがしたいって結構夏の初めらへんに言ってたんですけど、私も今味覚がないからさもう味覚がないからあんまりなんかねえってなってきちゃってる。よくないね、よくないね。かき氷は食べた、夏の初めらへんに食べましたね、7月6月とかに。そうなんよ あ、喉越しを楽しむんだない夏って言われてる。そう、うん、早く味覚と嗅覚が戻ってきてくれることを願っております。ですねー。
コーヒーも苦くないね。飲んだけどコーヒーも苦味もなかった。もともとコーヒーは飲みますけど、ブラックで豆から引いてね、飲むのでね、コーヒーは。あ、わさび食べようって言って私食べてなかった。ちょっとじゃあ明日私はわさびを食べてみます、そのまま。確か今家になんかさ刺身とかお刺身とか買った時についてくるわさびが あった気がする冷蔵庫にあった気がする。ちょっと明日食べます、それ。味がするかどうか。うん、また報告します。それで軽かったらさ、ね、話が違うじゃんってなるよね。話が違うじゃん。そう、小袋。小さいのに入ってるやつああいうのってたまりがちじゃない？なんか冷蔵庫のさ、開いてなんかその開いたその扉の方のトレーみたいな場所に入れてるんですけど、たまりがちじゃない？あんま冷蔵庫の話はしない方がいいっていうのはね、学んでるのであんまり深くは言いませんけど。そう、多くもらいがち。そうね、賞味期限はちょっとじゃあ食べる前にチェックします。そこに入れたら最後。そう、冷蔵庫の話はちょっと前回ね、私がなんだろう、あのフィルムとかを捨てずに冷蔵庫に溜めちゃうっていう話をして、なかなかになかなかに驚かれてしまったので、ちょっともうあんまりしないようにしてるんだ。じゃあこれぐらいでやめとこう。カズサさん、星10個ありがとうございます。ありがとう。いや、もう、やめとくちょっと今、やめとくよ、冷蔵庫はの話は。ちなみに多分今はフィルムはないね。フィルムは貯めてないけどいや、もういいよ。はい、早くね、捨てようと思います。そう、ちょっとあんまりね、じゃ生活感ね、あんま出しすぎたらよくないですね。でも大丈夫、安心してほしい。その腐るようなものはあの放置してないから。私が放置してるのはもうあのもうあの、なんだろう、無機物しか放置してないから大丈夫です。安心してください。冷蔵庫はね、無機物がたまりがちですよね。パックとか袋とか。うん、やめたやめた。なんかさ、スプーン
とかもらうじゃん、ゼリーとか買った時とかヨーグルトとか。それスプーンをさ冷蔵庫に溜めがちじゃない？あるあるじゃないこれ。スプーンとかさ、フォークとか。あれ、ちょっとこれやらかしたか。なるほどね。あ、またなんかフィルムと同じ現象が起きてるかもしれん。あ、あるあるじゃないんだ。あ、お箸とかさ。お箸とかは、あ、ないですね。あ、ないですよね。そうですよね。そうかそうか。あ、やめとこう。やめとこう。うん。あ、まあない。そうよね。なかったね。いや、だってさ、こうやって袋でもらってさ、帰ってきてさ、冷蔵庫に直すじゃないですか。冷蔵庫に入れるでしょ？その冷やすじゃないですか。買ってきた食べ物を。そしたらそこに一緒に入ってるスプーンとかお箸とかもこうやって一緒に流れでさ入れちゃう。入れちゃわない。入れちゃいませんか。あ、話題を変えようか。あ、やめとこうか。やっぱ良くない。やっぱり私は冷蔵庫の話はしない方がいいんだ。無生活はファイトギフトありがとうございます。あ、何に対してのファイトだろう。ありがとうございます。ファイト。レシートも冷やしたりしてって。それもさ、それもなくはなくない。やめよう。冷蔵庫はの話はもう何もしない。やめとこう。よし、あ、もうこんな時間なんだ。あ、もう56分なんだって。あ、ごめんなさい。ちょっと何の話だったっけ。そうだね、今日もね、ちょっと楽しくて、すごい空葉さんの生誕祭、すごくファンの方もパワフルで、空葉さんの笑顔の輝く本当に素敵な生誕祭でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと話をちゃんとアイドルに戻しまして、聖子長男さんお疲れ、ありがとうございます。ありがとう。テロップ書こうかな。何にしようかな。テロップ。冷蔵庫の話しか覚えてないって。いや違う、いやもうその話はもう記憶から消さなきゃ。ねえ待って待って、どうしよう。私ももう冷蔵庫の話、冷蔵庫しかテロップ出てこんないけど。どうしよう。もう他何の話してたっけ。忘れちゃったじゃん。何の話してたっけ。どうしよう、もう冷蔵庫しか出てこん。どうしようかな。どうしようかな。
困った時は困った時は絵文字ですよはい、ということで壇上を読ませていただこうと思います。13位末っ子長男さん、12位鳥さんさん、11位山井さん、10位みっちゃん、9位ビルマさん、8位翔一さん、7位ヒューガヒャンさん、6位ゆずきちさん、5位もちきゅうさん、4位つなさん、3位かずささん、2位おつかれさん、そして1位もやし生活さんです。ありがとうございましたありがとうございました。そして明日大吉の方は、お、なんて読むんだ、狼の顔文字、ウルフさんちょっとかっこよく、かっこよくよ、ウルフさんです。おめでとうございます。ということで、みんなさん今日もありがとうございました。おやすみなさい。もうこんな時間、ゆっくり休んでね。おやすみなさい。おつかりん。